お酒ありがとうございます。いいよ、年上だからね。年上は2軒目を買ってくれるものなんですか。そう、逆になんか2軒目しか出せてないのが申し訳ないわ。いいんです、年下なんで。いいです、年下で払うもんです。これ久々っすわ。あ、ほんと。確かにそんな味もないか、ただのチャミスル。大学生チャミスルかなみたいな。いや、正解です。正解、はい、チャミスルだったら女性もいっぱい飲んでくれるって教わりました。そっか。いっぱいそれで女の子を酔わせて。いやそんなことないですけど、まあでも今日はね、なんか南さんみたいなお姉さんと飲めて嬉しいですよ、本当に。本当？うん、嬉しいけど、ちょっとお姉さんとか言ったら私のさ感じで悲しくなる。いやでもいいじゃないですか、お姉さんって。ダメですか？いや、ダメじゃないけど、僕はお姉さんが好きなんですよ。あ、そうなの？まあなんかパッと見は…え、どういうこと？パッと見は見えないけど、見えないけど。見えないってどっちで？いや、めちゃロリーに見えますけど。ロリーに見える。ロリーお姉さんって感じなのかな。ロリーお姉さんって単語やばくない？ダメ、ロリーの中に大人なのね。あ、若く見えるのは嬉しいから。若く見えますけど、なんかめっちゃ落ち着いてるじゃないですか。さすがにこの年になって落ち着いてなかったら怖い。いますよ、落ち着いてない人というか。え、本当に？あ、俺よりガキだなって思う人いっぱいいます。そんな大人っぽい？そっからどう見ても。まあ確かに大学生にしては落ち着いてるかも。大学生にしては、うん、分かんないけど。まあ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 、あの精神年齢だけは釣り合うように頑張ってるんで。頑張ってんの？お姉さんと飲み渡れるように。そっかそっか。そんな私も大人っぽいところばっかじゃないけど。そうなんですか。うん、まあ確かに。確かに。お酒買ってくれた以外は大人っぽいところじゃないのかな。あれ、 あれないか、なかったか。お姉さんの雰囲気出してたつもりなんだけど。まあでもやっぱ楽ですよね。あ、本当に？はい、いやなんか初めましてですけど、うん、分かってるというか、お家で飲みましょうよみたいな言った時とかもスッと来てくれるじゃないですか。そうね、まあ、はい、え、家だけはみたいな、なんかそういうグダグダみたいなとかもなくて、うん、なんかただやりたいだけみたいな。いろんな女の子のに上がってる発言だった今。いやいや、そういうんじゃないですけど、男女のこととかもいろいろ分かってて、変にこじれたりしたくないじゃないですか。そうだね、もうそんな駆け引きする元気はないわ。そう、駆け引きしたくないじゃないですか。いや、まだ元気ある。元気はあるけど、駆け引きする元気はあるけど、まあ、ちょっとめんどくさいですよ。じゃあもう都合のいい人が欲しいっていうことか。あー、そういう風に聞こえるのか。そうだよ、そう聞こえた。なるほど、勉強になります。口に気をつけますね。そうじゃないの？いい人がいたら、うん、付き合いたいと思いますけど、うん、まあ、まあそれまでは自由にいたいじゃないですか。ああ、そっか。今は自由でいたい期間ね。ですです。そっかそっか。でもさん違うんですか。まあでも、まあ、そろそろ一人見つけてもいいかなって思うかな。じゃあどっちでもいい。あ、どっちでもいい。あ、よかった。いや、いたら、そのいい人いたら私も、もう今すぐにでも結婚相手。そこまではいかないけど、なんか落ち着いて温泉行くぐらいしたい。あ、よかった。なんか結婚相手探してるとか言われたらどうしようと思いました。大学生には重すぎるね、結婚相手は。うん、ですよ。なんか、そうっすね。ありがとうございます。なんか、余っててくれて。余ってて、言い方悪。はい、だって、こんな綺麗なお姉さんで、なかなか余ってる、余ってるって言ってた。相手がいない。余ってるってやめてよ。いないっていうのも珍しくないですか。え、そうかな。でも確かに友達ほとんど結婚しちゃった。え、そうっすよね。いや、そう、もうなんかあったもん、1年に 4,5 回結婚式あるみたいな時。ご祝儀貧乏ってやつだ。そう、ほんと怖かった。で、毎回さ、友達が近いとドレス一緒とかもさ。あー、え、それダメなんですか。いや、ダメじゃないけど、気持ち的になんか同じメンツ集まるのに同じ服みたいな。
男だったら絶対同じスーツ。スーツのネクタイ変えればいいもんね、最悪。私も呼べる側になりたいけどな。相手が見つかったらボボンと一緒そうですけどね、そういう人ほど。え、どっちが合うと思う？年下と同い年と年上。年上じゃないですか、結婚するなら。上かな。上の人に養ってもらうのがいいんじゃないですか。あ、そういうこと。はい、甘える方が向いてる。うん、俺からしたらね、うん、皆さんに見えて甘えやすいけど、うん、甘えやすいけど、うん、それは結婚相手としてではない。違うか。確かに、なんか子供できて大きい子供2人大変って言うもんね。そうですね。あ、大きい子供になる予定なの。大きい子供になりたい。なりたいか。大きい子供になりたいです。いつかはゆっくんも甘やかしてあげたいって思う人が現れるかもしれないです。一生甘えたいですよ、僕は。紐になりそう。紐どうすか。いや、紐はさすがにやだわ。甘えられて可愛いわって思う。紐はやだわ。甘えですか。頑張ってる甘えたがりは可愛いよ。あ、普段頑張ってて、お家で甘えてくれるわ。可愛いってできる。僕もバイト頑張ってます。週5。週 5? 週5。それは頑張ってるね。頑張ってますわ。頑張ってるね、はい、こんなもんですか、頑張ってまあ大学生の頑張ってるは十分。いいですか、頑張ったら。大学生ってちょろいな。ちょろい。でも私もさ、仕事週5で頑張ってるから甘やかしてくれないの。あ、偉いですね。確かに、でもいいですよ。いい、はい。年上のお姉さんがなんかそういう甘えてくるみたいなのも好きです。あ、そうなんだ。大好きです。年上のお姉さんっぽくされるのも好きです。意外と甘えられるのも、どっちも。年上だったら何でもいいのかな。何でもいいじゃん。何でもいいのかな。何でもいいか。みなみさんは、うん、年下の男どう思うんですか。好きだよ。でもなんか年下やっぱり M な感じ多いイメージ。ああ、それは今までの経験上。そうだね。結構会ってきました、年下と。それなりに。それなりに。それなりに。あ、そうやって教えてくれないあたりもね、エロいな。もうほぼ M って感じですか、それは。うん、M とか甘えたがりな感じの方が多かったかな。ああ、甘えたがりって感じですか。うん。なるほど。ゆっくんもそんな感じ？うん。うん。もちろん。もちろん。いや、まあ男はね、なんか甘やかされたい願望というか、うんうんうん、M になりたい願望みたいな。M なのか。あると思いますよ、みんな。そっか。はい。どんな時に M だなーって感じますか。なんか甘えてくるだけだったら別に M でもない気がするんですけど。まあね、例えばそういうことやるときもこっちにリードしてほしいみたいな。リードするんですかそれ。まあ期待には応えようとはするよ。さすがお姉様。できてるかわかんないけどね。すごっ、できてるかわかんないけど答えるっていうそのスタンスもまたエロい。何でもエロいって聞こえてるじゃん。確かにお姉さん補正めっちゃかかってますわ。いや、そうだよ。そんな感じリードされてる、いつも。いじめてほしい。めっちゃ M じゃん。私はなんかかっこいいチームだよ、じゃあ。それは。でもなんとなくやっぱ話してると S 味を感じてしまうんですけどね、みなみさんからは。感じる？うん、だけど逆にそういうお姉さんをいじめるっていうのも僕は好きですけど。そっちも好き。大好きです。そうなの。 S 面してたくせに。S 面って何。実はド M じゃないかみたいな感じとか大好きですけど。なるほどね。いや、どっちなんでしょうね、みなみさんは。わかんないですけど、話してる感じは、うん、なんか S 気がちらついてますけど。ちらついてる？ちらついてるみたいな。いちいちちょっと挑発的なんですよね。そう見えるみたいな。どっちなんでしょうね。どっちか知りたい？いいよ、教えてあげるから、おいで。